ォアキン・ラファイル・フェニックスは、アメリカ合衆国の俳優。かつては、リーフ・フェニックスの芸名で活動していた。創生したアニリバーや、アネ・レイン、妹・サマーと同様に子役からキャリアをスタートした。8歳の時にテレビドラマでデビュー。ハリウッドを切っての個性派、実力派俳優であり、アカデミー賞、ゴールデングローブ賞、カンヌ国際映画祭、ベネツヤ国際映画祭を、 はじめ多くの主演団優勝を受賞している。プエルトリコのサンフアンにて生まれる。父ジョン・ディー・ボトムはカリフォルニア州フォンタナ出身の元カトリック教徒で、その後宗教団体、神の子供たちの宣教師になっていた。ボトム家はイングランド系、ドイツ系、フランス系の祖先を持っている。母、アーリン・シャロンはニューヨーク市ブロンクス出身の東欧系ユダヤ人で、 同じく宣教師として活動していた。1969年、両親は結婚時に神の子供たちに入信し、熱心な信徒として活動した。ホアキンがプエルトリコという土地で生まれたのも、同団体のコミュニティが南米に形成されていたからで、特に祖先の出自などとは関係ない。後に、兄のリバー・フェニックスは、 幼少時に目撃した同団体の腐敗と異常性を告発しているが、1978年に両親も信仰心を失って団体を離脱した。一家は新しい生活のためにフェニックスという名字に改名してアメリカに戻り、まだ4歳だったホアキンは生まれ故郷から引き離されている。アメリカに戻った一家だったが、生活基盤を失った状態では貧困に苦しむより、 他になかった。両親は共働きで生活費を苦面しようとしたが5人兄弟を育てるのは苦しく、兄弟も街頭に出て歌や演奏を行って金銭を恵んでもらう日々を送った。そんな折に兄弟の一人が子役を探していたスタジオの社員からエキストラとして雇われ CM に出演する機会を得た。これを契機に兄弟はそれぞれ子役から芸能界への道を進むが、 ホアキンは子役に進む兄弟たちと距離を置いて、父と南米を回る旅に出ていた。このような経緯もあり幼少期は流暢なスペイン語を話したと言われているが、2006年のインタビューでは、ほとんど忘れて話せないと語っている。1982年、自らも俳優の道に進む決意を固め、リーフフェニックス名義でデビューし、兄が出演していた。 テレビドラマシリーズで初演を果たしている。映画初出演は1986年のスペースキャンプで、翌年にはラスキーズで初主演を務めたが、1989年のバックマン家の人々への出演をもって、子役としての活動を休止した。後のインタビューでこの時の活動休止の理由について、似たような役のオファーばかりだったからと述べている。 1991年の短編映画、ウォーキング・ザ・ドッグ以降は、本名のホアキン・フェニックス名義で出演している。1993年に、アニ・リバー、アネ・レインと共に、当時ジョニー・デップが所有していたナイトクラブを訪れたが、そこで、兄が麻薬の大量服用で死亡する事件が起きる。事件現場にも居合わせていたホアキンが、平静さを失って、 救急隊員に電話している通話記録が繰り返しテレビで放映され、マスコミの過剰な取材構成に嫌気がさして一時的に映画界から距離を置いた。翌年に友人の勧めで俳優に復帰し、ガスバン、サント監督の誘う女やオリバーストーン監督の U ターンなどで憂鬱な雰囲気を持った青年を演じた。また、秘密の絆では再び主演を務めた。 2000年公開のグラディエーターでリドリー・スコット監督から主役の宿敵であるローマ皇帝コモデス役に抜擢され主演のラッセル・クロウに一歩も引かない演技を見せた。同作でアカデミー賞やゴールデングローブ賞など名立ちたる映画賞の助演男優賞にノミネートされ個性派俳優としての知名度を確立した。その後もサイン、ホテルルワンダ。 ビレッジなどの話題作に出演を続ける。またその間には、ブラザーベアで声優にも挑戦している。そして、ウォーク・ザ・ライン、君に続く道でカントリー歌手のジョニー・キャッシュを劇中歌も自ら担当して、演じ切り、ゴールデングローブ賞主演団優勝と、グラミー賞を同時受賞し、2度目のアカデミー賞ノミネートを受けた。同年、映画芸術科学アカデミーから、 アカデミー会員に推挙された。2008年10月、ポール・ニューマンのチャリティーイベントに出席した際、俳優業を引退して、ミュージシャンの道を進むと発言。当初は、ゴールデングローブ獲得につながった、カントリーミュージックとの関連が噂されたが、ジャンルがラップであったことから一層に、世間の話題を集めることになった。歌手転向の動機については、 俳優活動は疲れたという趣旨の発言を行った。妹のサマーの夫であったケイシー・アフレックが撮影しているドキュメンタリー映画のための演技ではないかとする説も囁かれたが本人は一貫して否定した。2009年3月13日に多くの噂が飛び交う中でラッパーとして最初のコンサートを開催以前からは想像できない髭だらけの風貌で即興の ラップを披露した。しかし途中で、野獣馬の罵声に激怒して、ステージを降り、観客につかみかかる騒動となった。2010年9月8日、ドキュメンタリー映画の主演として、監督のケーシーアフレックとベネチア国際映画祭に出席する。映画祭でアフレックは、作品の審議について、曖昧な返答を行っていたが、帰国後の9月17日にニューヨークタイムズで、 作品がモキュメンタリーであり、歌詞転向も演出であったと語った。俳優復帰を受けて、クリント・イー・ストウッド監督の、ジェイ・エドガーへの出演など、複数のオファーや憶測が飛び交った。2011年、ポール・トーマス・アンダーソン監督の次回作、ザ・マスターへの出演を発表、翌年に公開された。 新興宗教が題材の同作で戦争後遺症に苦しむ退役軍人を演じ2012年に三大国際映画祭の一つであるベネツィア国際映画祭で最優秀男優勝を授与された2013年第85回アカデミー賞とゴールデングローブ賞にノミネートされた映画界への完全なカムバックを果たし同年には裏切り者アンダーカバー トゥーラバーズに続いて4回目となる、ジェームズ・グレイ監督とのタッグで制作された映画、エヴァの告白が、第66回カンヌ国際映画祭で上映された。2013年、スパイク・ジョーンズ監督の新作、ハー、世界で一つの彼女で人工知能と恋愛する男性を演じ、同年には、ポール・トーマス・アンダーソン監督が、トマス・ピンチョンの小説、エル・エヴァイスを原作とした映画、 インヒアレントバイスで主人公、ラリー、ドックスポーテの役にホワキンを起用した。両作品では、それぞれ2013年2014年のゴールデングローブ賞主演団優勝にノミネートされた。2017年、リンラムジー監督のビューティフルデイに出演し、過去にトラウマを持つ元軍人の冷酷な殺し屋を演じた。本作の演技で、 カンヌ国際映画祭の男優賞を受賞した。2018年、ガース・ディビス監督のマグダラ・ノ・マリアに出演。新約聖書の福音書に登場するマグダラ・ノ・マリアの電気映画でイエス・キリスト役を演じた。2019年、トット・フィリップス監督のジョーカーにおいてタイトルロールを演じ、第77回ゴールデングローブ賞でドラマ映画部門の主演男優賞。 第92回アカデミー賞でアカデミー主演団優勝を受賞した。ありがとうございます。